今島のオーストラリアのところに来ています。今ヒールの修理に出してたのでそれをピックアップしに来ました。ツインパワー SW5000 番ですね。はい、じゃあ行ってみましょう。中を撮影していいかどうかちょっとわからないので見てみましょう。ですね、戻ってきました。はい、皆さんこんにちは。555フィッシングのナンブです。今回は21ツインパワー SW20 ストラディック SW を2年間使ってみての感想と今の状況についてです。まずはこの2年間の使用頻度なんですが、ツインパワー SW5000 番、この5000番はメイン機種として使っていて、記録好きの私でももうわからなくなるぐらいたくさん使っています。おそらく2年弱で150回から200回ぐらい使ってると思います。そしてツインパワー SW の8000番も持っていますが、正直これは10回使ってるか使ってないかなので、もうほぼ新品同様です。なので、まあ、今回は使ってみての感想になりますので、この8000番は、今回の動画から除外しようと思います。そしてストラディック SW ですね、こちらは2年間でだいたい70回80回ぐらい使ってると思います。先に結論から言うと、どちらも今現在でも問題なく使えています。この動画では今の状況として、それぞれの1番現在の巻き心地使用感、2番気になる問題点、3番どんな魚と戦えたかという順番でやっていきたいと思います。まずは21ツインパワー SW です。現在の巻き心地使用感ですが、買った時と変わらない滑らかな巻き心地です。ツインパワー SW5000 番ですね。21、もういや、使って約2年、かなり使いましたけど何の問題もありません。使い込んだ後がこの傷がですねついてますけど、これだけ使ったということですかね。他の部分はそんなに、ただ巻きしても巻き心地も全く問題ないですし、ラインローラーもシャリシャリ言うこともなく、変な歪みとかそういうのもないですし、まあ、大物とも戦いましたけど全然なんともない頑丈な印象ですね。全く不安がないっていうのが私の感想ですね。まあ、細かいことはあまり気にしないっていうのはあるんですけど、それにしてもかなり何の心配もない感じですね。もう信頼できるリールだと思います。使い心地、しゃくり心地、巻き心地、何も問題ないですね。ただ巻き、早巻き、ワンピッチジャーク、どれをとっても問題なく現在でも操作できました。頃と変わらず良い状態です。2番目、気になる問題点、気になるところは本当にありません。15ツインパワー SW と比べて当然進化してるんで当たり前なんですけれども、ラインローラーが塩でシャリシャリ言ったりとかですね、そういうこともなく、耐久性も現在も全く問題ありません。この動画の冒頭で島のオーストラリアにこちらを修理に出してピックアップしたところから始まりましたけれども、ツインパワー SW に問題あったわけではなく、私の不注意でですね、ぶつけてしまってここが折れてしまったので、まあ、ここを交換しただけなので、その突発的な事故以外はもう一切問題がありません。そしてオーバーホールのメンテナンスもしてもらってもよかったのかもしれないんですけれども、特にそのする必要がないぐらい全く問題が出ていないです。そして3つ目に、どんな魚と戦えたかです。このツインパワー SW5000 番で87センチの青物と戦うことができました。以前動画にしていますけれども、リールに不安は一切なく、無事青物は上げられています。
時手前の岩でドラグを出されてラインが出ていきましたけれども、出始めから止まる時まで終始スムーズでした。ファイト中にリールのボディに関してですけども、たわみだとかもなく、巻きにくいということもなく、すごくパワーがあり、不安は一切感じませんでした。ということで、値段はやはり高くなりますけれども、良いものは良いという典型的なリールじゃないかと思います。長期にわたり不安もなく、剛性感も問題なく、本当に本当に買って良かったリールだと思います。このあまり使っていない8000番、今シーズンは機械を作ってこれでも戦ってみたいと思っています。2023年、これから新しいリールがどんどん出ていきますけれども、21ツインパワー SW はいつまでたっても良いリールだと思います。次のモデルチェンジするツインパワー SW はこれ以上どう進化するのだろうと個人的には思ってしまいます。それほど良いリールで気に入っています。はい、次はストラディック SW ですね。現在の巻き心地使用感ですが、買った時と変わらずスムーズですね。ストラディック SW 結構使ってますけど、何の問題もなく、ラインローラーがシャリシャリいうこともなく、歪みとかそういうのもないですね。すごくいいと思います。コスパがすごくいいですね。そういう意味では、まあ、変な話、ツインパワー SW を持ってますけど、ツインパワー SW じゃなくてもストラディック SW でも十分なぐらい満足した機種ですね。今でも気に入って使ってます。ただ巻き、早巻き、ワンピッチジャーク、どの動作も問題なく使えています。2番目、現在の気になる問題点です。問題点というのはあまりありませんけども、上級機種のツインパワー SW と比べると、強いて言うならばドラグの出方が不安定なのかなというふうに少し感じることがあります。大物とファイトしてドラグが出る時ですね、ガガガガガガガという途切れ途切れになる時があるような気がしています。それで途中でバレたとかラインブレイクしたとかということはなく、問題なく上げれていますけれども、1メートル近くの青物とかだと、もしかしたら問題になるのかもしれません。私が使っているのは6000番ですので、4000番から6000番に関しては、釣り場的にも戦う魚に関してもものすごくでかいということはなく、運よく大きいのがかかっても70センチ、80センチ、もしくは90センチという大きさになると思いますので、問題なく上げれるんじゃないかと思いますけれども、このストラディック SW には8000番、1万番、1万4000番と出てますけれども、もしガチな磯に行って、もう最初から大物と戦うっていうのであればですね、どちらかというと上級機種のツインパワー SW で戦った方がいいんじゃないかなと思います。そのぐらいの大きい魚と戦うときは、そのドラグの問題が出てくるかもしれません。先ほども言いましたけれども、4000番、5000番、6000番、すごく良いと思います。3つ目、どんな魚と戦えたかです。いくつか青物と戦った時の動画です。ドラグの出方が不安定なシーンもありますので、見てみてください。ノーパンチ食いました。
食いました食いました食いましたよ。食った。おっ、でかいでかい、ドラグ出たね。おー、いいよこれ。お、よし、食った食った食ったよ食ったよ。よし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 じゃあ深いくねくねスキッピングさせてきました。キングフィッシュです。ということで、基本的には合成感やファイトで巻いていくとかは問題ないです。まあ私は一般の素人の釣り人なので、ドラグの出方が本当に不安定なのかどうか、これによってラインブレイクを誘発するのかどうかなどは分かりませんが、ただ記録している動画を見てみると、上級機種のツインパワー SW と比べるとドラグの出方が不安定なのかなと個人的には感じています。とは言っても総合的に全然問題ないと思います。ということで、価格も SW 機にしては安めで、これだけの良い使用感と剛性感、コスパはかなり高いリールじゃないかと思います。初めて SW 機を買うという方には性能的にも値段的にもすごくいいリールじゃないかと思います。ナブちゃん、ということで、ツインパワー SW、ストラディック SW、今2023年の1月に撮影していますけれども、どうやらすぐにこの2つの新型は出ないようですし、 SW 機の購入を考えている方はどちらも後悔しない良いリールだと思いますので、この2つはおすすめです。ご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。このチャンネルではショアジギング中心にヒットパターンや実験検証などをやっています。チャンネル登録お願いいたします。